札幌定根区の住宅の敷地に停めてあった車のタイヤがパンクさせられているのが見つかりました。被害は11台に及び、警察は器物損壊事件として捜査しています。今日午前7時45分ごろ、札幌定根区西宮の沢に住む人から、車のタイヤがパンクさせられたと警察に通報がありました。警察が確認すると、敷地内に停めてあった乗用車の後ろのタイヤ1本がパンクさせられていました。 また周辺の住宅も調べたところ他にも10台が被害に遭っていましたいずれもアイスピックのような尖ったもので刺されたとみられています警察は器物損壊事件として周辺の防犯カメラを確認するなど捜査を続けているほか同様の被害に遭わないよう注意を呼びかけています